シカゴエ L、下バスシカゴ交通局は、アメリカ合衆国入りの異州シ,シカゴ市内とその、近郊において、公共交通機関を運営する、公営企業。シカゴエルとして知られる、高架鉄道及び地下鉄とバスを運営している。お部屋国際空港駅セントラル駅、エル高架下を走る下バス下バス停のサインしたバスの、内部シカゴ交通局は、シカゴ市内と近郊の40地域において、 前述の鉄道、エルとバスを運営しており、2008年1年間の総利用者数は約5億2630万人、1日あたり平均利用者数は約168万人に上る。また、運営規模の面から見れば、下は153本のバス路線と8本の鉄道路線を抱え、サービス提供のために2222 22台のバスと1190両の 鉄道車両を保有、また1万1795人の職員を雇用している。本部は567ウエストレイクストリートに置かれている。その規模は全米第2位、北米地域全体では第4位の規模を誇る。なお、バス事業と鉄道事業の概要は以下の通りである。経営に関しては直接には市長から任命された。 公社総裁が当たっているほか、シカゴ都市圏の交通政策を決定する、シカゴ交通委員会が政策面でのサポートを行っている。2009年7月現在、総裁はリチャード・ロドリゲスまた、交通委員会委員長はキャロル・ブラウンが務めている。下は、資金面でも、行政のサポートを受けている。下は、運賃収入や、 広告収入などの事業収入の他に、地域交通局から補助金を受けている。RTA は、RTA 法という法律に基づいた公的機関であり、イリノイ州北東部の3つの公共交通機関、ペースバスを財務面で支援するとともに運営を監視する任務を負っている。2006年の報告によれば、下は、事業コストのうち53%を、 自身の事業収入で賄っており、RTA から受けている補助金の総額は5億2400万ドルである。このうちの4億7950万ドルには、シカゴ地区で徴収された売上税の一部が当てられている。シタは、シカゴ市の公営企業として、1947年10月1日に事業を開始した。事業開始にあたり、シタは、 シカゴ市内とその近郊で、高架鉄道を運営していた、シカゴラピットトランジットカンパニー社と、路面電車を運営していた、シカゴサーフェスライン社の2社の資産を買収し、路線網を整備した。この買収に関しては、1800年代後半から1900年代前半にかけて、アメリカでは、民間資本によるバスや、 地下鉄、路面電車などの公共交通機関の整備が相次いで行われたが、第二次世界大戦後、これらの民間事業者の多くが、資金面での問題やモータリゼーション進展により、経営難に悩まされるようになったという経緯がある。この経営難に関しては、CRT なども例外ではなく、CSL に至っては破産に追い込まれてしまった。この状況を受けて、 シカゴ市とイリノイ州の議会は、シカゴの公共交通を担う3つの異なるシステムを統合し、これを公営企業として運営することに同意し、その結果誕生したのがシタである。1952年、シタは、シカゴモーターコーチカンパニーの資産を買収し、バス事業を参加に収めたことで、今日の事業形態が築かれた。ちなみに、この時買収した、 シカゴモーターコーチカンパニーは、イエローキャブの創始者として知られているジョンディ・ハーツの支配下にあった企業である。1984年、シカゴ・オヘア国際空港への乗り入り開始。1993年、鉄道、L の路線名が色別に変更される。シカゴ・ミッドウェイ国際空港への乗り入り開始。1997年、乗車用時期式カードの導入開始。 2006年、鉄道、L のピンクライン開通。2013年、それまでのシカゴカード及びトランジットカードを置き換える、形で非接触 IC カード、ベントラが導入された。2018年現在、ベントラの全面導入により、以下のシステムとは大きく異なっている。下のバス、電車では、運賃の支払い方法として、現金。 トランジットカード、シカゴカードなどの複数の方法が用意されている。また、1日券などの乗り放題パスもある。以下の運賃情報は2009年1月1日、現在。以下の駅におけるトランジットカード、シカゴカードでの電車間の乗り換えは無料。ありがとうございます。